ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 BV。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はラン君、古いラン君についての話をしようかなと思っております。翔太くんがデビューをしまして、エディボーイくんもデビューという形になりまして、で、まあレイちゃんとルイくんに関してはまだですが、ランくんに関してもね、まあやはり最近芝居というか舞台の方にすごく精力的にね、やっているというか、まあ演出家の山口さんでしたっけね、あの方が起用してくれたっていうところもありましたので、そこからのご縁という形にはなるわけですけど、もうでもだいぶね、こう舞台の方で舞台関連のファンの方とかからも、そういう舞台関連の雑誌とかそういう特集とかにも載ったりするような感じにもなってまして、あ、こういう感じになってきたかと思っておりますが、ただやはり彼はミュージシャンとしてやはり頑張ってほしいなというのが、私たち、まあ、ザ・ファースト見てたね、ザ・ストミンとしてはあるわけじゃないですか。まあザ・ストミンじゃない方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、だから、まあ、やはり彼の音楽人生というところを、まあ、今後どういう感じの音楽を彼が奏でていくのかっていうところに関して、自分なりに考察してみようかなというふうに思いました。で、タイトルにもしていると思うんですが、彼の音楽人生、芸能人生は非常にこの、なんて言うんでしょうね、珍しいパターンだなっていうふうに考えているんですよ。音楽の、まあ、ミュージシャンのね、ボーイズグループとしてのオーディションに参加をしたわけで、そこには、まあ、BE:FIRSTにはなれませんでしたけれども、事務所でトレーニーとして、まあ、活動をしているというところで、まあ、舞台の方でね、結構この、まあ、舞台役者の先輩の人たちだったりとか、日プ通関連の人たちだったりとか、そういったところからね、いて、まあ、座長なんかを任されていると。しかも座長でデビューですからね、主役でデビューで、しかもまあ要するにね、3回連続でみたいな感じになるわけですよ。非常に珍しい。私の音楽の趣味としてヒップホップとかが多かったりするんで、アメリカのラッパー、ヒップホップミュージシャンたちの話を少し挟ませていただきますけれども、実は最初にミュージシャン、ラッパーをやっていて、そこからどっちかっていうと俳優というかね、演技の方の仕事に行くっていうパターンは結構多いです。アイスキューブなんかもそうですが、そうだ、分かりやすいところをもうちょっと言いますかね、ウィル・スミスさんですわね。ウィル・スミスは皆さんどちらかと言いますとね、ハリウッド俳優でご存知の方が多いと思いますが、彼実はもともとラッパーです。はい。まあ今でもね、時々ラップをやったりとかするというか、ディズニー映画のアラジン、ディズニー映画というかアラジンの実写版の方で彼がジーニー役をやりまして、ジーニーの歌がもともとちょっとラップっぽい歌い方をするから、そこで久々にウィル・スミスさんがラップを披露したりなんか、まあラップっぽい感じで披露したりなんかっていうのもね、あったりしたっていうので、ちょっと前に話題になりましたが、ちょっと前ていたか何年か前くらいになるかね。そんなのもありますが、ミュージシャンから俳優業とかそっちの方に行くっていうパターンは結構多かったりします。あとはそうですね、ミュージシャンじゃありませんけれども、ドゥエイン・ジョンソンというハリウッド俳優さんいらっしゃいますけれども、彼はもともとプロレスラー、 WWE のプロレスラーのザ・ロックですね。私も大好きでした。はい。彼も他のジャンルから俳優になったっていうところなわけですよ。で、まあハリウッドっていうね、ところのそういう特性もあるかなと思います。やはりハリウッド俳優といや、もう一番やっぱりね、それこそまあ言ってみればお金がね、儲かるっていうところだと思いますんでね、まあそれもあります。ですがラン君は一番最初にどちらかというと俳優の方から、ね、やって、でそこから将来ミュージシャンになるっていうところを目指しているっていうところで、実はかなり珍しいパターンかなと思っているところでございます。で、のび太コア君の、MV にも出ましたけれども、いわゆる感情をかなり自分の中で表現した感じのダンスをやっていて、でその感じも非常に面白かったし、あとね、これはその俳優としてのランクの話になりますが、先ほど言ったその、まあ、いわゆる舞台シングの方の演出家の山口さんの方が、いわゆる
ランクの芝居を非常に褒めております。あのさらに上手くなっているっていう話と、それからね、透き通った歌声っていう話だったりとか、あと世界レベルのダンスっていうところで非常に信頼をしているのが伺えます。あ、その山口さんのツイッターのリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひあの確かめていただければと思うんですけれども、あの実はそのランクの話をしようって思ったきっかけがですね、あの私あの実はあの英語の勉強をちょっとあのアプリの方でやってまして、たまたまそのオペラ座の怪人ファントム・オブ・ザ・オペラのあの映画のフレーズで勉強をする項目があったんですよ。で、実はそのまあノベルコア君の MV に出たっていうところも関係していたのと、舞台役者としてやってるラン君のイメージが出たっていうところがちょっと重なったんですけど、あのまあいわゆるあのラン君のイメージが舞台を経験したミュージシャンっていうか、その感情表現をかなり豊かにして舞台とかでも歌うっていう感じのミュージシャンっていうのをちょっと予測しているっていうかね、なんだろうな、スカイハイ社長としては多分ラン君に関してやはり次の BE:FIRST の次のグループボーイズグループのあの何でしょうね、中心メンバーみたいな感じで、確か日経エンターテインメントかなんかでそういう感じの構想をしているっていう話はしていたような気がするんですけれども、まあそれもあのやはりラン君の特性を生かしてっていうところにはなるわけで、ラン君もでもやはりボーイズグループとしてやりたいだろうなっていうのはあるので、そこの部分に行くのかなっていう気がするんですが、タイプとしてあのどっちかっていうと、あの結構感情をガッて表して歌う感じのタイプ、あのです。だから泉谷しげるさんだったりとか、あのまああとはまあザ・ファースト関連で言うとちゃんみなさん的なタイプの感じの、ものになるかなっていう気がしてます。感情を結構、ラン君はあのクールに見えますが、ザ・ファーストとかでも実は結構感情表現豊かな人で、皆さんはどうかは分かりませんが、私がラン君のあのザ・ファーストの中でのあのイメージで結構強く持ってるものの一つが、確かあのムーブオンの振り付けかな、あれが非常に難しくて、あのもうって言いながらこうあの大声を出してうずくまるシーンとか、あれが要するにあのその時に、まあ、ダンスね、あの上手いラン君ですらその振り付けはやばいんだなっていう風に番組を見てて思った記憶もあり、結構そこが印象に残ってるシーンの一つでもありますし、ザ・ファーストを特集される時にその過酷さとか難しさっていうところであのラン君のシーンをね結構使われたりすることもテレビでも多かったような気がしておりますが、そう、感情が結構あの子は豊かな感じであるっていうのがあり、そこの部分もそうかなっていう気がしてます。まあだからあのどっちかっていうと、こうもしかしたら自分でこう引きこもりがちというか、こう感情をこう 内省的になりがちな部分っていうのももしかしたらあって、そこの部分っていうのをあのダンスの表現とかに生かしていったのがあのノベルコア君の MV だったのかなっていう気が、まあ個人的な意見でそのように思ってますけれども、あのちゃんみなさんの話をしたのは、あの涼希くんの12月31日のラジオがあって、そこでちゃんみなさんの曲ハレンチという曲が流れていたんですけれども、ちゃんみなさんの歌い方としてあの基礎っていう部分はもちろんできてるんだけど、あの人の場合はあの感情をがっつり前面に出してそれをあのそのまま表現していくっていうところ、そこの部分が非常に上手な人であり、なんかね、ランくんはそこの部分目指すっていうのが結構いいような気がしているんですよ。っていうのがやはりあの感情表現がやっぱり豊かな部分っていう部分で、個性を殺さないっていうのが BMSG のやり方だとしたら、ラン君のいわゆる感情表現の豊かさっていうのは芝居にも活かせるだろうけれども、歌にも活かしていくべきだなっていう風な感じがしておりまして、だからそのちゃんみなさんタイプみたいな、あのまあ性別は違いますが、まあミュージシャンに性別関係ございませんので、ちゃんみなさんみたいなタイプのミュージシャンを目指すといいかなっていうところで、でそこの部分で、まあ、ソロ活動でもいける気もするんだけど、まあ、でもレイちゃんの方がやっぱソロ活動としては結構分かりやすいというか、イメージがしやすいっていうのが考えてて、ラン君はやっぱソロ活動っていうよりはやっぱりグループの、 あのボーイズグループとしてのあの何でしょうね、立ち回りっていうのがイメージはしやすいです。だから
結構そのボーカルの中で BE:FIRST と違う感じで出すっていうところで、まあ、ラン君のそのボーカルの表現力、演技能力とかも鍛えた上で、その部分の歌唱力を使ったグループ、そういったものになっていけば面白いんじゃないかなっていう気がしてまして、で THE FIRST FINAL もね、まあ1公演追加になって3回ありますが、絶対そこの中で THE FIRST の仲間たちとね、ラン君も一緒に曲を歌ったり踊ったりすることになるでしょうから、そこでまたラン君に関する新しい彼の可能性というか表現力というのも身についてくると思いますので、ラン君のミュージシャンとしての動きは何かが見えてくるというのは THE FIRST FINAL の後なのかなっていう気がしてますね。実際今エディボーイ君のデビューもねありまして、ラン君的にも舞台の方はやっておりますけれども、やはりねミュージシャンとしての音楽家としての彼の生き様というのもね、そろそろ見せたいっていう風に思っているんじゃないかなっていう風に思いますよ。レイちゃんと翔太くんはスカイハイさんのツアーにも参加しますからね。まあルイくんはまたちょっと歯の矯正とかがあったりとか勉学があったりするのでまた別なんですが、ランくんもねそろそろね来るんじゃないかなと、音楽的な何かが来ればいいなと思ってはいますね。例えばまあノベルコアさんとか翔太くんとかがデビューをね、まあ、ノベルコアさんもともとデビューしてるけど、翔太くんとかもデビューをしたわけで、まあ、翔太くん、まあ、エディくんもそうだけど、そろそろね、ライブの話とかも出てくると思うので、そこに実はランくん出すっていうのは、結構わかりやすいというか、いいんじゃないかなっていう気がするので、まあ、BMSG およびスカイハイさんのことなので、ランくんの音楽家としての、ミュージシャンとしての、これからのやり方っていうのも考えていらっしゃると思いますので、その辺も踏まえて彼の感情表現、芝居とかの経験も踏まえた上の感情表現を豊かにした感じのミュージシャンとしてのあり方、それが出ていけば良いのかなっていうふうに私は考えました。はい、というわけでね、個人的な感想ではございますが、ラン君にはそういう感じの、感情を結構ガッと歌に乗せる感じのやり方を使った歌い方をしていく、でボーイズグループとしてそれをやっていくっていうのがいいのかなっていうふうに考えております。よかったら皆さんの意見もお聞かせください。はい、でもよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパスでした。果てしない空へ帰るまで駆ける日の魂抱きて